あー春よね、本当にもう暖かくなってきちゃったもんね、随分ね。まあこの時間、この時間じゃないわこの時期になるとね、もう近所がうるさいのよね。もうガキたちがそこら辺走り回っちゃってさ、本当に小学校はねピッカピッカの1年生言うてね、なんか今はもうランドセルがなんか赤やら黒だけじゃなくて、もう黄色とかも緑とか紫とかめんどくさい色いっぱい、もうほんまにな。あ、今日もこんなに綺麗になっちゃっていいのかしら。スナック美しさは罪っていう名前に変えちゃうかしら、看板も。はあ、はあ、ね、この格好で今日ちょっと淀川の河川敷ちょっと泳いじゃおうかしら。河川敷泳いでどうすんだよ、ただのそれ匍匐前進じゃない、あなた。いや淀川を泳ぐかなと思っちゃったんだけど、でもやめとくわ。今日はだってこんなに綺麗な格好してるから、ちょっとねドアップすぎて分かんないけど、後でのお楽しみよ。ほら羽みたいでしょこれ、こんなほら羽羽羽、そうよ。私は見て開口そんな一人でやってたら寂しいわね。このプレハブそろそろ潰れそうなんだけど大丈夫かしら。じゃあ今日もどんなお客様が来るかが楽しみだわ。もう春だから気分も新たに、いい男でも見つけましょう。ゲットゲット。もう終わりなの？もっとしてほしいよ。もうちょっとだけ。ね。耳元でささやくような声ってどう歌えばいいんだろう。先生知ってる？ちょっとやってみてもいい？はあ、今日はほら。こんなに素敵、昨日もねもう素敵なお客さんたちが来たけど、今日は誰が来てくれるのかしら。あららら、もう早速音が鳴っちゃったわ。どなた？あら、また来ちゃったー。ちょっとありがとう、いらっしゃい。あら、かねちゃん入って入って、なかわいいじゃないこのギター。キティちゃんです。持ってきてくれたの？いいでしょ。何このギター？だってタダにしてもらわなきゃいけないからさ。ただ、ね、じゃあもうちょっと待って、もうないじゃないないじゃない。ごめんなさい。あ、いいわいいわ、私これでいいわ。ちょっと待って、これちょっとこれもらおうね。もういなくなっちゃったわね。もうやれた方だよ今。家の水道の水じゃなくて、これ淀川の水道の水淀川の水道じゃなくて、ね、もう菌に強くなってきてるからね。はい、どうぞ。じゃあ乾杯しましょう。いや、ありがとう。再会 に乾杯。ママが持つ日本酒みたいね。本当に淀川の水っぽいよね。妙な濁りが、かわいい。こんなギターあんの、はい、ちょっと。そうなのよ、かわいいでしょ。かわいいじゃない。ちゃんとした正規品でございます。これちゃんと音が出るの？これちょっと、これどこに売ってんのこんなの？これはね、ヤフオクで見つけたのです。うっそー。なんかね、2007年に発売になったらしい、ギターです。今はないのです。ないのですか？これちょっとさ、街でさ、ストリートでこれ、あかねちゃん弾いて歌って、私も横で踊る感じ。どう？で、横で、あの、それこそティッシュ配ればいいのに。いいでしょ。あ、ほんとね。ちょっと一緒にやりましょう。やりぜひ。いいやん。まあでも、給料はここハローキティじゃ…給料何？給料は私だけのものだけどね。じゃあ、ハローキノコにしてよ。ほんとね。キーマでしょ。ほんとね。ハローキノコ。貼っちゃいましょう。もでもこれ売ってないよ。そのいらっちゃダメでしょ。すごいよね。このギター、ちょっと、ね、なんか歌おうよ。歌ってよ。せっかくだから、なんかやってよ。しましょう。なんでもいいわ、なんかやってちょうだい。あ、ちょっとあなたもそれこそさ、ちょっとあなたのことちょっとね、触れるの忘れたわ。そうよ、そうよ、ほんとくしてないよ。どんだけロックなのよ、今日。ちょっとね、今日音楽やるっていうか。ああ、そんな感じ。ちょっとそんな感じの、ロックな感じの音あんの？イエーイ。あ、知ってるこれ。あれね。私も歌えるかもしれない。ママの頭の上に何があるの？はい。3000
へこいた、へこいたら赤へんかった。昨日の玉ねぎ出てきたで、夢見る少女じゃいられない。違う。ママ、ママ歌詞も違うけど、そうなの、もうなんかリズムもグダグダだったから。ママ、まさん飲みすぎたでしょ。違うのよ、やっぱり私キノコだからさ。ちょっとね、歌がね、ちょっとあんまり得意じゃない。そうなの。友達にはこうやってディーバっていう子とか、あかねちゃんみたいな人いるけど、メガネずれちゃったわ、今のママので。ほんと、ちょっと違う歌も、ちょっと違う歌、ね、違う歌どう、ちょっとどんな、何する、何する、何する、なんか、ちゃちゃちゃ、あ、知ってるわ、これ呼吸を止めて80秒、あなた死んじゃった、さよなら。じゃーみたいなね。違うの？じゃーみたいなね、もうママね。呼吸止めて80秒。ほら、ギターが泣いてるわ。ギターが泣いてるわ、ママ。今のあれでしょ。ここにタッチ、タッチ、あそこにタッチ、言ってね。嬉しそうね、ママ、うん。こういうの大好きよ。ちょっともう熱くなっちゃったわ。そうよ、熱くなっちゃったわよ。ちょっとなんか他の曲ないの？他ね、うん、あれは探し物は何ですか。 あれいいよね、あれね、そうそういいよね、こういうの、いいわね、いいわね、うん、探し物は何ですか、見つけにくいものですか、カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのに、探し物は何ですか、昔取ったボールがコロコロ転がって、そこで河川敷でドッジボールされて、痛い痛い痛いやんけー、言うてね、言うてね、言うてね、うん、言うてね、言うてる場合違うでしょ、ママ、これあれでしょ。なんか穴の中へ、穴の中へ入っていきませんか、ズズズビー。ママ嬉しそうね、今日楽しそうね、いつもより。やっぱり音楽は楽しい、ね、音楽は最高。確かに楽しそう、本当にいいよね、ギターってこうやって持ってこれて楽しめるから。いい、音楽って素敵ね、音楽って素敵、歌詞は別としてね、うん、そうよ、うん、素敵ね。あんた好きな曲何？好きな曲、また急に来たわね、ママの女の好きな曲ね。好きな曲 ね、 そうね、あんまないの。そうね、じゃあジャンルは何が好きなの？例えばロックとかさ、うん、クラシックとかね、うん、そうね、演歌かしら。嘘、演歌かしら。演歌何系？演歌誰、よし行くぞ系とかね。あら、よし行くぞといえば、ほら東京サイクだ、ほら東京サイクだ、ほら東京サイクだ、金もね、あそこもね、月のものもね、子供も産めね、言うてね。言うてね、うん。そんなこと言っちゃったりなんかしてね。うん、そんな替え歌大好き、私、ね。ちょっと、私今日こんな格好してんのよ、ほら、これ。いや、素敵じゃない、これどこのカーテンよ。誰がカーテンよ、これ。ちょっとこういう衣装よ、これ。そうなの？いいでしょ？これまるで、あの見せられて歌ってた人みたいな。あら。見せられて、見せられて、チャラララララララ、チャラララララ、チャララ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 ラ、左に向いてるキノコをかじり、かじちゃん、右に向けてかじってみる、グラグラしてると腐っているね、そんな腐っちゃったのね、切ないわね。なんかいい、よくない？なんかそんな感じでしょ、これ今日。そうね、私もてっきりカーテンかと思った。カーテンじゃないわよ。これこういう、こうだってもう暑いからさ、そのね、汗だくよ、この中だって。もう今4月の後半よ、本当に本当に、この中もぐったぐたな感じで、もうキノコ生えちゃうわよ。そうよ、私がいっぱい出てくるわよ。もしもし、うなされちゃうわ、もしもし、そんなのうなされちゃうわ、ママが。ちょっとさ、タッチで思い出しちゃったんだけど、昔ね、好きだった漫画の話しましょう。しましょうよ。前もしたけどね、ちょっとだけ。はい、聞きましょう。そうそう、あのアニメ何が好きだった？
な。アニメね、うん、そうですね、何でしょうね、うん、全然考えてなかったからパッと思いつかない。ねえママね、結構無茶ぶり多いからね、気をつけて。だってここ普通にさ、そうよね、キノコのお店だから何でもいいのよ、ね、好きなこと喋って。あんまりアニメ見なかったの？いや、よく見ますよ、最近。最近？私は昔よ、銀河鉄道39とか。ああ、かった、綺麗なとこ行ったわね。そう、やっぱ私銀河鉄道39のね、モーテルになりたかった。モーテルになりたかったの？モーテルになりたかったの？メーテル、メーテルになりたかったの？車で。ママでもモーテルになれる気がするわ。そうなの、うん、私の中でお眠りなさい、チャララチャチャ言うてね。私、ほんまに。そうね、私もあのマイッチングマチコ先生見てた。懐かしい、ちょっとエロいじゃない。ちょっとエロいの見てたわ。なに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 、ドラゴンボール。ドラゴンボール、いいわね、いいわね、今もやってるわね、ボール系ね、ママ、そうそう、ボール系ね。ボール系ね。ボール系ね、ママ。7つのね、ボールのやつでしょ。あの、ドラゴンボールね。クリリンとか。私、あの、天津飯じゃなくて、もう一人いたじゃん。チャオズじゃなくてさ、男前。ヤムチャがタイプだったわ。そうなの。いつもすぐやれる。すぐやられるけど、男前よね。すぐやられるの、ね、そう、すぐやられる。で、最後ベジータに寝取られたね。寝取られる。ブルマを。え、あ、そうなの。悔しいわね。だって最初ヤムチャとブルマ付き合ってたはずやのに。あんたなんかアニメオタクっぽい感じするわね。しかも見てるとかそういうとこなんだ。あら、戦いのシーンじゃなくて。自分だってマイチングマチコの先生好きじゃない。私はね、メルモちゃんが好きよ。あ、懐かしい。青いキャンディー食べたら男になって、うん、赤いキャンディー食べたら女になる。違う、そんなキャンディー欲しかった。 あれだと大人になって子供になるやつでしょ。あれ男になったらいいなと思ったもん。あ、ならランマがいい。そう、ランマ5分の1。いや、2分の1。違うの、あれすごい面白い。水かぶると女の子になる。そう、ほんでお湯かぶったら熱い言ってね、くるりんぱー言ってやるんでしょ。おさんといてやる。それは上島さん。ほんま、あ、そうか、上島さんバージョン ね、違うね。もう、ほんとに。でも喋ってる間にあっという間にもうね、今日閉店になっちゃった。またなの？そう、またなの？ここのお店もうね、15分ぐらいで閉めることになった。まあまあ最近追い出すわね。そう、もうほんとそれだけね、こう値打ちをこくと儲かるのよ、ここのお店ね。だから15分を1日の中に10回やるの。あ、そうなのね。そう、15分やって閉店してまた開けてまた閉めて、また開けて、はい、はい、また閉めて、開けて閉めて、どうしましょうよってね、はい、うん、もうなんか春も終わってきて、春なのにとかできないの。あ、ちょっと調べたらできるんですよ。あら、いや、何これで調べれるの。調べれるのですよ。へぇ、というか、ね、写真に入れてたのね。後でなんかこのカラー素敵ね、うん、なんか春カラーね、ちょっと初音ミクです。あ、そうなのね。相当好きじゃない、そういうアニメとか。好きね、これなんか見つかった頃ぐらいに私たちも多分出なきゃいけない、ね、そうね、閉店するから、じゃあ帰って。あ、うん、そうね、じゃあ後で聞かせてもらおうか。わかったわかったわかった。せっかくだからさ、うん、ちょっと春菜のここだけやって。ここ2、3、4。春菜のに閉店するよ、15分で閉店はよ帰って、ヒゲが伸びてきたから。間違った。ありがとう。ママ、それで早く帰らしたかったのね。早く帰りましょう。もうヒゲ生えてきた。変身しちゃうから行きましょう、ね、行きましょう。ママ、また次ね。バイバイ、次ね、また今度遊びに来て、やっぱりギター最高、楽しい。じゃあね、ありがとうね。いやー、もうよかったわ。ヒゲも伸びずに済んだわ。もう来週から5月ね、あっという間ね、もう暑くなってきたもんね。私も人生の春を探しに行きましょう。タイプは酒井雅人よ。ルルルン。
はい、今週もね、あかねちゃんにね、ちょっと来ていただいて、はい、お願いします。本当にあのスナックキノコはいかがでしたか？面白いですねねえ、ほんまにあんな店だったらどうなんやろみたいな。いや、どうなんやろね。でも替え歌ばっかりのね、あのキノコママね、なんか面白いよね、替え歌ってね。今回面白かったね。ギターを持ってきてくれたから ね先週歌ってもらって、うん、であのギターをじゃあ持ってきてくださいって言って、うん、キノコママのとこで歌ってもらってって感じで、ね、かわいいキティちゃんのギターね。そう、なんか今日あの今回いろんな歌をキノコママのとこで歌ってたけど、実際なんか昔こういう歌が好きとかっていうのある？なんかみんなそれぞれ、まあね、めちゃくちゃ古い歌になるんですけど、うん、西条秀樹さんの歌、うんうん、YMCA ね、 YMCA ね、うん、YMCA よりもっといろいろあるんですよ。いろいろあるね。結構マニアックですけど私、うん、はい、全部 の、 あのレコードですって当時ね、傷だらけの、ローラの傷だらけ、まだ金箔やんそれそれ金箔やんね、うん、ローラーってやつ。そうそうそう。え、他はこっちが何が好きなの？その西条秀樹な曲ですか？炎っていう曲が知らないわこれね、あんまりほんまに知らんわ。多分ね、自分ら10個上ぐらいの人やったらまあ聞いたことあるかな。西条秀樹ってそんな古いの？あの人ですよ。結構よ。あの人デビューしたんっていうか有名ローラじゃないの？あの人最初はね、最初はね、違う。でもめっちゃ流行った頃になんかね、あの歌なタイトルなんやろ、やめろと言われても、はい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 、はい、あれが多分最初の方なんです。その一個、もう一個前なんかそれじゃ分かんないですけど、その方のまその後そのだいぶ後ですけど、そう多分小学校 B 面っていうやつね、その頃やったら。いや懐かしい、多分 A 面ですよ。そう、炎もで、炎の B 面がともしびとか。いやいやいや怒られるす怒られるす私西条秀樹さん会ったことあんのよ。あ、マジですか？あの東京にねいる時に、私あのショーハウスで踊ってた時に、あの秀樹さんとか他ね、なんか楠田ゆり子さんとかいろんな人たちで来てて、多分その頃ちょうどね西条秀樹さん、あれじゃないかな、あの体をなんかこう癌か何かで手術、あ、そう、頭の脳梗塞か何かで、多分その後か。あ、じゃあそれで前の話じゃない？つい、つい最近。そう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 、大変だったね。でも若い時人気あったんですよね。何、アミちゃんは何？なんだろうな、私初めて買ったレコードはね、レコード、レコードはね、出ました。CD じゃなくてレコード。そうそうそう、あの良い子悪い子普通の子。ああ、ハイスクールラバー。懐かしい。懐かしい。買いました。パッパッパーン、ね、なーっていうやつ、ね。うん、ああ、懐かしい。懐かしい。初めて買った。金ちゃんは楽しかったね、あの頃。楽しかったね。長江健二もだって男前って、かわいかったもんね。あと山口良一、西山浩二ね。そう、3人でやったらどのタイプ？いや、どうやろう、やっぱり普通の子じゃなくて、うん、普通の子で、やっぱ私が良い子で悪い子じゃない。あ、私でもそう、悪い子が好きやった。ビュービュー。あ、何タイプでって言ったら、タイプで、タイプで、あ、タイプで言ったら、うん、あの中の誰が好きってこと？タイプじゃなくて言って悪い子なの？ちゃうやん、今この中で良い子、悪い子、普通の子をするとしたら、どのタイプやろっていう意味やと思った。違う違う、ちゃうやん。でもどっちにしても悪い子やけどね、私あ、じゃああの西山浩二くんがタイプやってる、うん、あ、でもあの時かっこよかったよね、うん、でも私やっぱり長生きやん、それかっこよかった。かわいい感じ、かわいい感じ。あの人 Facebook 繋がってますよ。え、そう、だってついこの間、ついこの間っていうか、なんか映画も出てたよね。あ、映画の舞台とかもいろいろやってるんですよ。ねー、出てるのよね。僕も大阪ですからね。あ、そっか、なんか懐かしいわ。私はね、なんかすごく何回も聴きまくった曲はカーペンターですよ。カレン・カーペンターの声がやっぱりすごい好きだったね。なんかあのレニー・デイズ・アンド・マンデイズっていう曲とか、すごい知らないかも。とかこうそういう曲があるんだけど、なんか聞くと、ああ、わかるなみたいな感じの、なんかね、ああいうのをずっと聞いてたね。
高校生の時ね。そのカーペンターズ、うちの母親が喫茶店やってて、そこでいつも BGM 流してたから、それ聞いたらその頃すごい思い出す。ああ、あるよ、あ、うん、だからそのこの歌を聞いたら、うん、みんなに思い出す的な、思い出す的な、あるよね。ねえ、ありますね。ある、うん、何ある、何ある、そこの曲を聞くともう本当にっていうような。まあ、乾杯、長野清です。はい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 、はい。乾杯、まあ、リメイク版の方はちょうど中学ぐらいなんですけど、うん、それでみんなで最後に歌いましたね。中学の時って言ったら卒業式とかとか、いつも。ただ、中学って毎年クラス変わるでしょ。うん、クラスがある。その最後の時に、2年の最後に確か歌ってた気が。その学校版もそういうのクラスで、ね。いや、あ、じゃなくてね、みんなで集まってやってました。いいよね、そういう学校時代。じゃあ、いい方の思い出になるんですか？ですね、乾杯、どっちかというか。乾杯であの悲しい曲で乾杯とか歌うことある？なんか懐かしいなっていうが、なんかね、みんなで、当時めっちゃ流行ってたんだよね。流行ってたよ、あの曲は。よくね、うん、だって、結婚式のなんか、そうですね、ここで使われて、ね。2番の歌詞がキャンドルライトの、そうそうそう。っていうやつ。え、アミちゃんはなんかこの曲、じゃあこの曲聴いたら悲しいこと思い出すっていうことでしょ？悲しいことっていうか、自分が辛かった時によく聴いてた曲を思い出すと、うん、悲しくはならないけど頑張ろうって思う。あ、その曲は何？その曲は、うん、結構、またそんな昔じゃないけど、あやかの歌とか、あやかさんの歌とか。なんかすごい新しい、うん。結構私しんどかった時期がそんな昔じゃなく、うん、まだ記憶に新しいんで、その時に三日月とかじゃなくて。うん、でもそこら辺周辺の歌は、あの、なんかデビュー曲かっこよかった。I Believe かっこいいね、あの曲。うんうんうん、ああいうの聴いたら、なんか頑張ろうって。今しんどいことがあってもなんか、うん、あ、大丈夫大丈夫、乗り越えれる。ああ、いや、でもそういう風に音楽をこうなんか自分の中に持ってると強いよね。うん、へえ。ゆばさん、思い出の曲とか。私何やろう、まあ、そのカーペンターズの曲はすごいこう、その10代の頃まだ自分がこういうニューハーフとかじゃなくって男だったっていうところで、そういうなんかこうほろ苦いっていうか、まあ、あの時すごい頑張ってたよねっていうか、あの毎日生きてること自体が、まあ、自分が男として生きなきゃいけないっていうのがすごく嫌だったかな。その時代に、まあ、その曲になんか慰められたっていう部分でよく頑張ってたなっていう感じはするけど、それから以降は何やろう、なんか初めて彼氏ができて、うん、でその彼氏とよく車の中でデートの時に聴いてた曲はドリカムかな、うん、ちょうどドリカムが流行ってたからね、うん、92、3年あたり、うん、90年から、まあ、92、3年ぐらい、ね、あの頃の曲がまた良かった、ドリカム、うん、乗りに乗ってた、もう本当に、ね、爆発的に。アイズトゥーミーとか全部良かった、うん、その曲も良かったし、何やろな、4番目ぐらいのアルバムとかもね、ジャー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 、ちょっと出てこへんけどママになったよ、ママになったけどね、うん、なんかでも、あ、全部アルバム全部が好きやったわ、うん、4枚のアルバムがね、うん、出たんだけど、ほぼ全部好きだった、うん、その頃に何かあった思い出とかと、あ、なんか重なるとか、うん、なんかその彼氏のことを思い出すとか、ね、その彼氏との出来事、いいことも悪いことか、うん、でもありますね、やっぱりその曲やっぱり思い出すっていう、絶対なんか曲はどうしても、だってその頃まだ家にね、うん、なんかこう携帯とかがまだ私じゃなくて、うん、ポケベルの時代よ、あ、そうそうそう、ポケベルでお互いじゃあ電話し合おうかとかさ、ね、家に電話をつけてて、家の電話のなんていうの、自分がいない時にピー、ただいま留守にしておりますっていうところに自分の声でバックにドリカムの音楽流しながらっていうのを、そうね、昔なんか自分の声で入れてたんですね、ただいまいますねーとか、あ、もしもし、あ、いると思ったとか言ったりね、はい、でももうこんな話してたら月日ね、月日もう女子トークまたやらんと、またやりましょう、ぜひね、女子トークしたいですね、フリートーク、うん、またね、歌っても欲しいしね、うんうん、ね、またぜひぜひ、なんかライブとかあるんですか？ライブはね、近々ないんですけど、うん、iTunes でちょっとさっきちらっと言った曲
うん、ね、あれを5月あたりにはリリースできたら、あ、なるほどね、ぜひ楽しみにしております、はい、また遊びに来てください、はいはい、どうもゲスト、あかりちゃんでした、ありがとうございました。